はい、こちらも坂井養魚場さんの昭和搭載 14.5 センチです。お願いします。はい、こちらちょっとタイプの違った、昭和となります。坂井さんの昭和はですね、搭載でもこの白地がしっかり見せてくれる、これがいいと思いますね。結構昭和って青っぽい白字が多いんですけども、この白地なんて言ったら本当に三家と同じような白地の、そういったイメージの白地だと思います。こちらの鯉はですね、重ねの墨なんですけども、やっぱいい墨が出てますね。で、まあ、見た目手びれに墨が出てるんですけど、これはまだ搭載なので変わってくると思います。なかなかこのまま2歳でままこのまま流れるってことはあまりないと思います。こういった、手に墨が出てもですね、2歳になると縮むのもありますので、まあ、今の段階では何とも分からないと思っております。はい、こちらも墨が割と早いタイプかもしれませんね。いい墨出てきております。顔もよく白地が抜けております。ちょっと雰囲気のいい昭和ですね。はい、サイドです。白地が本体とは思えない感じの白地ですね。はい、はい、こんな感じでですね。じゃあ説明の方よろしくお願いします。昭和の先生昭和先生じゃありませんが、はい、撮影しながらにはなるんですが、まずやっぱりこの前半の丸点から始まって、1段目、そしてこのしっかりした墨が出てる、このインパクトがある鯉ですね。この辺ですか。そうですね、はい、こういうところが、こういう形の模様がすごく好きなんですけど、なんていうんですかね、白、赤、黒というこうはっきりしてる、そして後半の墨もこうご覧いただいて分かる通り出てきているので、本当に先ほど山本さんが言われたように早く墨が決まって来年には魚介でも遊んでいただけるような声になってくれるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。笑ってますか。はい、じゃあ最後締めてください。はい、映像では伝わりにくいかもしれないんですけど、なんか質のいい声だと思います。見た目、今この墨がですね、手びれに流れているような雰囲気はあるんですけど、この顔の頭の芯のところを見てもらっても分かると思うんですけども、非常に墨質はいいんじゃないかと思ってます。逆に墨質がいいと思うんで、この手の縞もですね、ぐっと縮まってくれるんじゃないかなと思います。逆に墨質が悪いような声でしたら、この重ねの墨もですね、これだけのたらいに写してですね、写真撮ったりしてて、普通は冷めるんですけども、そういったこともなく、頭の面割れしそうな雰囲気あって、片隅、そして後半の墨もですね、色あせることなくぐっと決まってますので、まあ、本当に将来これも有望な一匹だと思って期待している一匹です。はい、いかがでしょうか。坂井養魚場さんの昭和サイズが 14.5 センチです。ぜひよろしくお願いします。